焼けてますね。いい、羨ましい焼け方。今日一日で焼けました。実は昨日オフでゴルフ行ったんですけど、もうずーっと雨で、一切日焼けできず、今日。いやもう今日ずっとスタンドで普通に試合を観戦、ファイターズの紅白戦観戦してたんで、もうずーっと日にわざと当たりながら日焼けしようと焼きたかっ思って。たんですね。そうなんです。ファイターズの紅白戦ご覧になられたということで、いかがでした？まあ今今日で4試合目ですかね、紅白戦。で、主力級も出てきてます。ただ、やっぱり今の現段階では、投手力が上回ってるかなというか、まあロースコアばっかりなんですね、全部。1対1とか。うん、そんな感じで今日も1対1かな。まだまだ投手力が目立ってるかなって感じですね。まあホームランもね、1試合に1本ずつぐらい出てるんですけど、まあ今日はホームランもなくっていう感じですかね。郡司さんがサード守ってたっていうふうに伺ったんですけど。そうなんですよ。これはね、今、野村選手が、もうサードで、清宮選手の怪我によって、一人でポツンってサードにいた感じなんですよね。で、そこで、やっぱりちょっと新庄監督も、野村選手に危機感を持たすじゃないけど、競争だよという意味で、例えば、まあ、郡司選手もそうだけど、で、二軍で頑張ってるアリゾノ選手とかね、ホームランで打ってアピールしてるんですけど、まあそういう選手だったり、加藤豪将選手をサードに持ってきて、ちょっと煽ってる感じはしますよね。まあお前レギュラーじゃないぞ、まだ。という感じのね。なんかそういう感じで、郡司選手のバッティングを活かすということで、で、ファーストをずっと守ってたんですけど、やっぱりアリエル・マルティネスがいて、で、レイエスという新外、まあ、レイエスはもう完全 DH だと思うんですけど、まあそこでなかなか郡司選手のこう、チャンスがなかなかないっていうところで、またサードというポジションで競争させてようかなっていう。で、今日ね、一つね、加藤豪将選手のボテボテのサードゴロがあったんですよ。まあ、お世辞にもうまいとは言えないですね 前のランニング、取ってランニングスローでっていうところの、まあ、サードの見せ場ですよね。うん、そこでやっぱりちょっと、それを内野安打にしてしまう。タイムリー内野安打になっちゃったんだけど、もう少しちょっと練習させた方がいいかなっていうか、もう、結構ぶつけだったんですよ。ああ、そうなんですね。別にそんなノックやってたとかっていうことでもないんですか？まあ、キャンプ始まってからずっとファーストの守備しか僕見てなかったんで、もう結構ぶっつけてきた感じ。しょうがないかなってやつなんでかすね、でねも、キャッチャーからサードにね、行った選手ってたくさん見てきたなと思ったりするんで、ちょっと はい。なんかこう、期待というか、ちょっと、でも本気ではやる可能性あるんですよね、サードも。いや、もちろんあると思いますよ。で、これからどんどん、だから練習もやらせて、で、実践もっていう感じにやっていった方が、まあ、キャッチャーからサードってこれ結構多いんですよね、本当に。まあ、近藤健介選手もそうだったりとか。ああ、守ってましで、たね。サードってバッターとの距離が短いから、もうバウンドを合わす作業ってこうセカンドショートみたいに、そんな時間がないので、やっぱり体でボンって止めたりとか、ブロッキングみたいな感じで行くと、まあキャッチャーってやっぱ次のポジションどこだって考えたらやっぱサードなんですよね。荒木さんがなんかキャンプ行ってね、なんかね、セカンドもなんか郡司さんちょっと、一回挑戦したようなことあったと思うんですけど、で、セカンドはちょっときついなって荒木さんおっしゃってたんですけど、いや、本人も、去年のシーズン中なんですよ、それ。で、僕本人とも話したんだけど、絶対無理ですって言ってセカンドはちょっとなっておっしゃってたんですけど、サードはもしかしたらっていうのはなんかおっしゃってたような気がして、荒木さんも。ました。うん、全然ありだと思いますね。彼のバッティングを活かすのは、今日もしっかり一本ヒット打ってましたし、僕は全然そこで野村選手を煽って勝負させてもいいかなって思いますね。レイエス、どうですはい。か？今日ね、で、バッティング練習で、バックスクリーン超えて170メーター弾みたいなのも打ったりとか、やっぱパワーはすごい。で、パワーはすごいんだけども、スイングはそんな大きくないですよ。コンパクトなんですよ。だからこれちょっともしかしたら、で、今日、おっと思ったのは、3-2から、ストライクからボールになるスライダー。これ、グッて止まって見逃してフォアボール取ったんですよ。あれ？と思って、そこ絶対、振り行くとこだよなっていう誘いに乗らなかったんですよね。これもしかしたら、ちょっとこれ対応力あんのかなっていう。で、僕彼が何が素晴らしいって、取り組む姿勢が素晴らしいんですよ。これ、ドミニカンなんですけど、キャンプ初日から、
もうフルマメニュー全部こなしてて、で、コーチが、いや、これやんなくていいよとか、あ、もうちょっと落としていいよとかっていうことに対して、いや、俺全部、俺はやりたいんだと。で、驚きが、バント練習、めちゃくちゃやってるんですか？ いらんだろって、これいらないだろって、それすらもう、だから多分彼は、日本の野球のレベルが今すごい高くて、で、どのチームの外国人選手もそうだと思うんですけど、この日本の野球を学んで、もう一回メジャーに返り咲こうとするメジャーリーガーとか、マイナーの選手とかが、すごく多いんですよ。で、昔、一昔前だと、もう、助っ人外国人選手ってもう、日本の野球舐めてたんですよね、はっきり言って。ああ大丈夫、大丈夫、俺できるから、みたいな。で、マイペースで全然練習もせず、みたいな感じの選手が多かったんですけど、今はもう、アメリカでちょっと落ちた選手とか、マイナー選手が来て、で、日本で活躍して、逆にアメリカに送り返して、アメリカでメジャー契約取るっていう選手がすごい増えてるじゃないですか。最近の外国人選手の姿勢に現れてるのかなっていうのをすごく感じますね。だから彼は俺、やると思いますよ。この前、宮本さんと山本さんでも動画撮って、外国人の注はい。目の人って話した時に、やっぱ、レイエス、本当にちょっとすごいようなお話をされてらっしゃいましたけどね。大味な選手なのかなって思ったんですけど、僕、まあ、アメリカ時代の映像もちょっと見させてもらって、インサイドのさばき方がめちゃくちゃうまくて、なんか肘たたんでパンって抜くような感じで、もう、フェアゾーンに入れて、特大ホームランとかね。だからスイング、さっきも言ったんですけど、スイング結構コンパクトなんですよ。だからちょっとこう、まあ普通外国人選手が大体来て日本のピッチャーにやられるのはもうインサイド攻めでそこからの落ちる球みたいな感じなんです。だそこにどれぐらい対応できるのかなって注目なんですけど、で今日の先ほど言ったように外のアウトコースストライクからボールになるボールの見逃し方なんて、あれこれ我慢できるんだったらちょっと面白いなって思ったんですよ。他はどうですか？新戦力でちょっと金子新戦さんと力か。が、もう一人外国人がすごく僕ポイントかなと思ってて、スティーブンソンっていう外野手、まあ、新庄監督がセンターで使いたいんだろうなっていう足があって、左バッターの、ちょっと小柄なんですけど、まあ1番か2番打たすんだろうなっていうタイプなんですけど、まあ、この選手はね、まだちょっと、なんていうのかな、自分のタイミングで打ててないかなって思うんですけど、これ今日2試合目出て2打席ずつ出てるんですけど、まあこれからどんどん実戦で、状態上がってくるのかなっていう、ちょっと期待はしてるんですよね。投手陣は、これ僕、相当すごいと思います。もうざっとローテーションって6枚で、ファイターズね、今年、日程がおかしくて、1ヶ月間もう週に5試合しかないんですよ、ずっと。だからもうとりあえず、スタート5枚でいいんですけど、うわうわってこうやって数えてると12枚ぐらい出てくるんですよ。これ誰でも今、ローテーションで投げれるぐらい。ちょっと投手層の厚さは僕ちょっとタイガースよりちょっと上かなぐらい、今見てるぐらいです。で、ただこれ一つ難しいところがあって、外国人選手が8人いるんですよ、今。まあ、アリエル・マルティネスと、レイエスとスティーブンソン、これ野手3人なんですね。で、ピッチャー5人いるんですよ。で、ピッチャーが結構な高額のレベルの高いピッチャーばっかりなんですよね。これ外国人枠どうやって使うんだろうかっていう難しさが出てきてて、状態いいのに投げて抹消してとかってこう、うまいことやりくりするのも、これは大きな間違いだと思うし、まあ、こっからこう実践でちょっと見極めていくのかなっていうところなんですけど、どういう編成にするのかなっていうのがちょっと一つ。ただ、投手陣に関しては外国人投手を計算入れなくても、日本人投手だけでも結構形成できるぐらい、逸材はいっぱいいる。ちょっとね、宮本さんと前、1月か、撮った時に、ちょっと台風の目になりそうですよ、なんて話してましたけど、これね、野手が当たったら、俺、本当に、いい、首位争いするぐらい、面白いって思ってます。ちなみに万波選手はどうですか？またパワーアップしてる感じは。パワーアッププラス、彼は去年からちょっと取り組んでることは、やっぱちょっと逆方向の意識とかね。広角に打とうという意識が強く出てて、まあ、今はまだ、まあ、結果、まあ今日ヒットも出てましたけど、っていうよりは今ちょっと自分の形を固めてるかなっていうぐらいの感じですかね。新庄監督がもう
レギュラー万波だけって明言してたんですよ。で、他のポジションがもう熾烈なポジション争いしてるんですけど、まあ、万波選手に関しては、だから自分のペースで、しっかり自分の考えてることを、まあ、パフォーマンスにつなげようという意識の高さがすごく見えますね。まあまあ、これからどんどん上がっていくでしょうね。ずっと見てるだけあって、やっぱりちゃんと情報量が凝縮されてんのと信用度が高いっすわ、やっぱ。そら、毎日6時間喋ってますから大変なことですよね、グラウンド見ながら6時間喋るっていうのは毎日。いや、でも本当にありがあたくて、もう本当にその新鮮力もよく見れるし、本当にこれはありがたいです。今の現段階でですから、だからレイエスがもっともっとこれこそ、それこそ一軍のエースクラスとかの対戦とかが、まあ3月開幕近づけば近づくほど、そういうピッチャーがどんどん出てくるんで、そういう時に、まあどういう対応するのかなっていうのは、まだまだこれからなんですけども、まあ現段階ではやりそうだなっていう、あとなんかちょっと球場で、変わったことなんかありました？なんか。ちょっと嬉しい再会がありまして、田中愛理ちゃんに会いました。なんか、すごい写真なんですけど、これ何ですか？これちょっと本当不倫旅行みたいになってるんですけど、本当。ちょっなんか、と、怪お母しいさやん、つ。お母さんと4泊ぐらいで沖縄来て、もうキャンプ地巡りしてますと いう話で。で、その写真もお母さんに撮っていただいたんですけど、で、あれ？中日は？って言ったら、あ、これから2軍が紅白戦なんで、そちらを見に行きますって言ってます。いや、なんか昨日は多分ね、秀則さんに中日人のところで会ってましたね。なんか写真送られてきたな、なんか、秀則さんから。秀則さん今いらっしゃるんですね。いや、なんかないるたほど。みたいで。いや、なんかめちゃくちゃ嬉しかったですね。なんか、はもういつ、次もう会えることもないのかなと思ってたんで。そうですね。すぐ、うん、ななんんかすか、ごく嬉しかった。